こちらがプクリューム立ち上げて10日以上が経過した模様です。どうでしょう、水草もねかなり成長してきていて、上を向いて綺麗な状態です。でこちらは水が一度もしておりません。出し水のみで管理しております。で、かわいいかわいいデメダルマちゃんの赤ちゃんが泳いでおります。楽しそうですね。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は久々のボトルアクアリウム。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。今回作るボトルアクアリウムはネオボトルアクアリウムということで、以前私が楽しんでいた水草をたくさん植えて室下で生態系を作って管理するボトルアクアリウムの進化版。ボトルアクアリウムを初めてやる方でも比較的管理のしやすい、手軽に楽しめるボトルアクアリウムっていうのを今回はやっていきたいと思います。その名もプクリウム。こちらは先日行った広瀬ペットやつ店にて、展示してあったものをそのまま丸パクリでございます。広瀬ペットさんにも了承を得ております。じゃあなぜ初めてやる方にも気軽に手軽に、失敗なく管理できるボトルアクアリウムができるかと言いますと、今回使うのは私の愛用しておりますフルカミアソイル。バクテリアがしっかりと育ってくれるバクテリアソイルに、ブクブクブクと可愛く泡の出てくるポンプなどを併用して使って、低床にしっかりとろ過が効くバクテリアを育てようというシステムになります。バクテリアとはお魚さんの排泄物をきれいにしてくれる役割を持っている目には見えない大切な生き物です。その生き物を育てることで水の透明度だったり、お魚さんが暮らしやすい環境っていうのを作るんですけれども、以前私が楽しんでいたボトルアクアリウムも同じシステムでして、水草をたくさん育てて水草の成長によって無駄な栄養を吸収したり、低床にバクテリアを住まわせて、お水をろ過するっていうシステムになるんですが、これが安定するのには若干時間がかかります。こちらの場合は立ち上げ後すぐに、生き物を中に飼うことができるほど、バクテリアの定着が早く水槽の立ち上がりが早いシステムとなっております。で、簡単に言うと私が今愛用している低迷フィルタープラスブルカミアのシステムと同じ形になるんですけれども、いつも使っているのは水中ポンプなんですが、その代わりに今回こちらの投げ込み式のブクブクを使って、このブクブクによって低床のバクテリアへ酸素供給をしてバクテリアを元気にするのと同時に、プクプクとこのボトルの中に泡が出て非常に見栄えに可愛いという一石二鳥のボトルアクアリウムとなっております。で、今回使う、ボトルなんですが、こちらこれも以前から私が愛用しているもので、鍵としてお花の器として売られているものなんですけれども、 BBG ガラスと言います。まあ、ボトルアクアリウムの丸いタイプっていうのはよくジェックスさんとスフィアって私のお店にもあるんですけれども、そのスフィアよりもちょっと一回り大きくてですね、こちらの開口部が広いことが私のお気に入りポイントとなっております。直径が23センチあって、スフィアよりも水量を多く確保できるボトルとなっております。水量はなるべく多ければ多いほどいいので、私はこのタイプ BBG ガラスの011というタイプを愛用しております。で、それに使う低床が先ほどもご案内しましたブルカミアソイル。私はブルカミアソイルの中でも M、 メダカの水質に、メダカが好む水質に調整してくれるタイプを愛用しております。まあ、魚種はあまりこだわらずに私はこればっかりを使っております。色はベージュとダークブラウンの2色ありまして、プラス、こちらの、水作コア、水作8コアのミニ、一番ちっちゃいタイプのこちらのブクブクを使っていきます。で、これを動かすためのエアポンプ、これも小さいもので、これのいいところは静音タイプっていうのと、中に逆流防止弁もセットになっております。逆流防止弁があるとですね、こちらを水槽の横なんかに置くことができます。本来逆流防止弁がない場合は水中ポンプっていうのは水槽よりも高い位置に設置しないといけないんですけれども、逆
逆流防止弁があることでご自身の一番起きやすい場所、選ばずに配置ができます。でこちらに、水草を植えていくんですけれども、水草を植えて水草を成長させるためには光合成をすることが大事ですということで、これに合わせて使う照明は今回こちらバレルさんの U7W。 デザイン的にもとっても可愛くて、サイズ感もぴったり、高さもぴったり、一応このような形でフレキシブルにアームが動くのと、あとはここの台座のところがこう V の字になっているのでフィット感が非常にいいタイプとなっております。白と黒2色ご用意があります。こちらさらにですね、いいところがこのように昇降しながらスイッチのオンオフができるので、ご自身の好きなライトの強さに調整することが可能となっております。でこれらプクリームのセットやこういった照明類はペアID赤玉ちゃんのお店でも取り扱いをスタートしようと思いますので、ぜひ最後までねご覧いただいてご案内をさせていただきたいと思います。では早速作業に移りたいと思います。 Let's go。でこの水作8コアミニをとりあえず開けてみました。中にはこの本体とあとはチューブ接続のための付属品が入っています。中のこのスポンジをあらかじめ水につけてブクブクさせて空気抜いておいた方がいいです。でこの中にボトルの中にこの子を入れて、でチューブはこのボトルの外に出るような形なので、このチューブの中に細いワイヤーを入れて水槽縁に合うように細工をしております。設置方法はまずこの流量調節パーツをチューブに通してから、チューブの両端にこのパーツをつけます。この白いパーツをつけます。で結構ブクブクが意外とマックスだと強いので、この流量調節パーツはあった方がいいと思います。でこの先にはこの日装の低超静音設計のミュート S を設置していきます。で逆流防止弁を設置する場合はチューブのいずれかどこかをカットして入れるんですけど、まあ、水槽の近くというかちょっと離したところにね置いておきたいので、なのでここら辺カットして設置をします。でこれが向きがあるのでそれを間違えないように、こっちの細い方が水中フィルター側、水槽側ですね、水槽側で、もう一方こっちが太くなってる方をエアポンプ側に設置をしていきます。最後ここの白いところをエアポンプに設置して、これで準備は完了となります。ホースがこう動かないように広瀬システムで軽く結束バンドで止めています。これがねきつすぎちゃうと空気の通り道なくなっちゃうので、ある程度の力で止めてます。でこのようにまず設置をしたらブルカミヤソイルをこの中に入れていきます。このソイルがこの筒の中に入らないように気をつけてソイルを入れていきます。やっぱりねここにソイルが入らないように何かねこう詰め物をして入れるとやりやすそうです。このようにですね入れて、ほんのちょっとこのプクプクするところ突起の部分が出るように、厚みを持たせてブルカミヤソイルを入れました。だいたい2リットルのあこれ2キロのブルカミヤソイルのちょっとぐらい入りました。ではここから植栽なんですけど、植栽しやすいようにソイルを濡らしていきます。私の今の一番のお気に入りの電動スプレーで濡らしていきます。なんと便利なことか。これもバレルさんの電動スプレー、充電式でフル充電でなんと70分連続稼働。グリーンウィズグッドコーヒーの店頭にてお取り扱いがございます。希望があればオンラインの方でもお取り扱いしたいと思います。では黙々と作業していきます。でこれ流木と石がもうすでに接着剤でくっついてる状態なので、流木も浮かずにすぐに設置ができるようになってるんですけど、プクリームセットにはこちらも一つね
トをお付けしたいと思います。今回のレイアウトはこのぷくぷくの出口がこの正面から見えないように流木と石の間からぷくぷくって出るように置いてみました。ではここから植物を水草を植栽していきたいと思います。まずはこのアヌビアス7ゴールデン、ちょっと黄色っぽくって葉っぱがこうシュッシュッシュッってちょっと葉脈の凹凸が出るタイプと、あとは小型のアヌビアス7ベッチをこの石に巻き巻きして準備したいと思います。この下の方の根っこをバッサリ切っちゃいます。これは活着する石とか流木にくっついていく素材の根っこがくっついていくタイプの水草なんですけど、今から新しく出てくる根っこがそういった石とか流木にくっつくので、今ある根っこはなるべく邪魔にならないように切っちゃいます。ですごく立派な株なので、これらを適当なサイズにカットして使いたいと思います。半分ぐらいかな。でこれを石の上に置いてこのミシン糸で巻き巻きしていきます。で巻き巻きするときは入り口が迷子にならないように、利き手じゃない方の小指に入り口を巻き巻きして、そこをガイドに石とこのアヌビアスを固定していきます。糸での巻き巻きが苦手だった場合はミニタイとか使ってもいいと思います。でアヌビの準備は OK です。で続いて使うのがこちら、エキノドルスレニ、エキノの中でも小型のタイプになります。カップに入っている組織培養ですね。こちらはカップで育てられているので、海産などの、混入の心配が少ないタイプのものになります。ワンツーグローというトルピカさんというメーカーのものを買ってみました。3株ぐらい入ってますね。もっと分けれるかな、お得ですね。このうちの1株を使っていきたいと思います。これもこの今ある根っこは切っちゃいます。こういう茎とか根っこがしっかりしてる大きなものっていうのは水に入れた時に浮力が発生して浮きやすいので、しっかりと浮かばないようにしっかりと植え込んでいきます。であとこちらボトルアクアリウムにはよく私が使うバリスネリアの中でも細い小さなバリスネリア7です。これは株がまずはこうで、横からこういった地中の中に茎のような、横にランナーといって地中の中に茎のようなものが出て、その先でまた株がこのようにどん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 できてきます。そうすることでソイルの中にいっぱい根っこを張ってくれて、ソイルの中の環境が良くなるので、私はこれをよくボトルアクアリウムには使います。これね、こういったテープ状って言われるこう長いタイプのものなんですけど、ぷくぷくすることで揺れてめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思って今回選びました、まあ、ちょっと長めなのでこれは後ろの方に植えておきたいと思います。水草を植えるときはしっかりとピンセットで水草を包んで、ピンセットの先端が一番先に当たるようにしてブスッと入れて、ちょっと開閉しながら水草がピンセットにくっついてこないように抜いて土をかぶせて終わりです。で続いてちょっと赤い草があってもいいかなと思ったので、ロタラインジカの鉛巻きの水草を買ってみました。ロタラインジカもこういったカップ水草、組織培養で ADA からなんかも出てるんですけど、今回は作った時、お水を入れた時にすぐ見た目に綺麗に見えるように、このようにもう育成済みのもの、鉛巻きになって売ってるものをチョイスしてみました。ただカップ水草のいいところは、先ほども言ったように海産とかの、混入の確率が少ないっていうのと、可能性が少ないっていうのと、あとは1カップにつきたくさんの水草が入ってるので非常にコスパがいいですね。ただ植えたばっかりの時っていうのはまだすごく小さい状態なので、いまいちねどのように育つかっていうのが分かりにくいところもあるので、それぞれに合った水草を選んでもらえるといいと思います。ちょっと長いので
適度なサイズにカットしてから植えていきます。でソイルの中、地中の中に植わる部分の下の葉っぱはなるべく取り除いておきます。でこれも先ほどと同じようにしっかりとピンセットで茎を包んで、先端がピンセットの先が当たるように、じゃないとこのようにしちゃうとブスって入れた時に結構茎がポキ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 折れていっちゃって、最終的にめっちゃ短くなっちゃうので、しっかりとピンセットに包んで植えるのがポイントです。で私これに入れる生態はメダカちゃんにしようかと思っているんですけれども、メダカに合いそうなふわふわの水草アンブリアをちょっと入れておきたいと思います。でボトルアクアリウムの場合は球体なので、お水を入れた時に中のものっていうのはさらに大きく見えてしまうっていうのと、あとは結構間延びして見えちゃうので、なるべく私は水草は中央に中央にまとめて植えるようにしています。そうすることでね、あんまり間延びせずにキュッとまとまった感じに見えて、より可愛いかなと思います。そしてですね、私はこのとっておきの実は水草を使うのを今か今かと心待ちにしておりますか。あ、心待ちにしておりました。これはですね、新しい水草でドタラソンラ、なんとですね、這って成長していくロタラ、夢のようなロタラです。これ以前私がいつもお世話になっております千葉県習志野市にあるウォータープランツラバーの高木さんが送ってくださいました。ロタラというと有形草、まあ、こう縦に伸びて、モリモリモリって育つものなんですけれども、なんとこれが這って成長していくということで、私は小型の水槽を立ち上げる時にのために、これをね育てていたんですね。めちゃくちゃモリモリと増えてきております。まあ、張ってく性質のためか、やっぱ途中からね結構根っこがこのように出ております。これを手前の方に植えておきたいと思います。どうやって成長するのかがね楽しみですね。ちょっとどういう風に私もこの子が成長していくかがわからないので、まあ、適度なサイズにカットをして、まあ、この根元の方を植えておこうと思います。おそらくですけど、こう長い根っこがあるので、それが勝手に土を探して根付いていくんじゃないかなと思っています。一応出てる根っこは土の中に植えてみました。這ってくロタラなんて夢のようじゃないですか。ちょっとね、長い根っこがあったので、根っこを掴んでピンセットで根っこを掴んで土の中に埋めてみました。こっちの方がいいかもしれないです。この方が植えやすいかな。そして抜けないように軽くソイルをかぶせる。いや、これの成長はめちゃくちゃ楽しみですね。今日増えた分はお店の方でも販売したいと思います。ウォータープランツラバーの高木さんは水草博士と私は呼んでいるほどの方でして、結構ね、アクアライフに水草についての記事を掲載したりだとか、あとはご存知の方が多いかもしれませんけど、水草500種図鑑というね、結構ね、水草を初めてやる方なんかもね、その本をね持ってたりしますね。そちらを、書いた方でございます。まあ、ロタラなので、本来のその今までよくあったロタラと同じように成長は早いと思います。私のお店に来てからもね、ぐい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 爆増しておりますので、早くこの前景の絨毯みたいなね、草むらみたいな作りたい人にはいいかもしれませんね。では植栽が完成したのでお水を入れます。土が回らないようにというのと、あとは、植栽した水草が浮いてこないように、水圧が直接当たらないように、まあ、ラップなり、あとはまあビニール袋なりをこの低床の上に置いて、優しく優しくお水を入れていきます。イニシャルスティック入れるの忘れた。あー、完璧に抜けずに修水できましたね。水草の栄養剤イニシャルスティックを入れるのを忘れたので今から入れます。はい、こちらですね。
ブルカミアソイルには栄養が入っていないので水草をしっかりと育てたいので、こちらのテトラのイニシャルスティック、チョコベビーですね、チョコベビーを入れておきます。これもね、あんまり入れすぎちゃうと無駄に水槽の中が不栄養化して苔の発生の原因になりますので、入れすぎないように、また、株からちょっと離してあげた方が、まあ、優しいかなと思います。ちょっとロタラはな、元気よく育ってほしいから、ロタラのところは2粒ぐらいで、私はこの新しいロタラが楽しみで楽しみで、よし、こんな感じでいいでしょう。はい、こんな感じで植栽が終わりました。かなり色鮮やかに仕上がりましたね。まだ水草が上を向いてなかったり成長しきってない状態なんですけれども、これがしっかりと成長してくるとまた変わった素敵な水器になると思います。ではではでは、緊張のフクリウムですが、スイッチをオンしていきたいと思います。ではスイッチオン。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ水面揺れてる。どうですか。で、この日装のミュート S かな、ミュート S、 全然音しない、全く音しないです。最初に設置した流量パーツを使って、流量に関してはかなり抑えめにしました。これでこのぐらいのブクブクなので、バランス的にはいいんじゃないでしょうか。ということで、ブクブクしていることで水も動いてバクテリアも元気になって、水槽の管理が非常に楽になると思います。お魚さんを住むにもいい環境が比較的簡単にすぐに作れるというこのプクリウム。小スペースでアクアリウムやりたいという方で、ボトルアクアリウムね、トライしたい方非常に多いと思うんですけれども、室家の場合なかなか、水の安定するまで時間がかかったり失敗してしまう場合もあるんですが、これだと失敗の確率が低くていいんじゃないでしょうか。そして視覚的にもめっちゃ綺麗、水中もキラキラ揺らいでて、なんか反射も綺麗ですね。ということで、やっぱり照明は非常に大事なので、水草を育てるための照明、今回はバレルさんの U7W を使いましたが、こちらの赤玉ちゃん、つくよみ 10W 赤玉ちゃんモデル、こちらでもね、バランス的には非常にいいと思います。これの場合は電球だけなので、私はいつもバレルさんのアコンというライトスタンドとセットにして使うんですけれども、これのセットでも高さバランスも非常にいいのでおすすめとなっております。ということで、こちらの BBG ガラス、23センチ直径の BBG ガラスと、ソイルと流木と石がくっついたもの、あとはこちらの静音性の小さいエアポンプと投げ込み式のフィルターをセットにして、プクリウムが手軽にできますよっていうようなセットをペアイリー赤玉ちゃんのお店で販売をしたいと思いますので、ぜひねチェックしていただきたいのと、あとはこちらにおすすめの U7W だったりとか、こちらはもうすでにオンラインショップの方にアップしておりますけれども、つくよみ 10W やアコンなどね、これに必要なグッズっていうのもね販売していきますので、お店に来られない方なんかもね、ぜひぜひそちらをチェックしていただいて、ボトルアクアリウムにチャレンジしてみてください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してプクリウムでボトルアクアリウムを楽しもう。ではまた別の動画でお会いしましょう。